どうも、ヌルです。武装オロチ3続きをやっていきたいと思います。ガイドストーリーは前回クリアしたので、今回は4章のゼウスとの対決。人間たちの強い覚悟がゼウスへの道を開いた。連合軍は妨害も跳ねのけ、敵視深くに進軍。ついにゼウスの夜地へとたどり着く。復活した破壊神や暗躍するロキ、そして姿を現さない神オーディン。未だに解決していない謎はあまたある。だが連合軍はゼウスに向かって突き進む。彼の口からこの異界を作った真意を聞くために。ついに宗妃から得た情報が役立つ時が来たな。ゼウスを守る結界は4つの闘技場の主を倒せば破れるらしい。鍵となるのは私たちの腕輪か。つまり私たちがやられたらおしまいってことですよね。頑張らないと。ではいざ進みましょう。ゼウスの真意を確かめるために。さあ行きましょう。マップになる、なんかこう生まれてるところがあれかな。この闘技場、結界を解除しなければゼウスの真意を知ることはできない。全ての闘技場の主を倒せば結界は破れるはずです。参りましょう。宗妃からの情報によれば、最初の闘技場は知恵の力で開くらしい。俺の腕輪に宿るヘルムス、知恵者の神たち。俺から行こう。闘技場に入るには将軍殿たちの力が必要。何としても彼らを守らねば。見事な戦ぶりだ。わしの元へ来るには結界が邪魔をした。そして結界を破り、それなりの段取りが必要。力のみでは突破できないやつ。さて、ここまでたどり着けるか。俺はヘルメスの力を使うものだ。開門せよ。開門した。くれた情報はこのことだったんですね。知恵の力を引き出した人間か。いいだ、私に挑むがいい。闘技場の主、これでいいね。すごい、三成様やったね。頼りにさせてもらうぜ。はい。この調子で参りましょう。次は確か美の腕はでしたか。多分それは私ですよね。この腕輪は美の女神のものだと聞いたので、私ごときが美を語るなんて恥ずかしい。ですがやるしかありませんよね。そう、こっち側か。あの闘技場の鍵は光、そしてこの腕輪には光明神アポロンの力が宿るそうだ。ならば私が行けば開くはず。いざ。見事な手際だった。そう言っておく。私たちが結界を破ろうとしてるのに、ゼウスって神様まだまだ余裕みたい。何か考えがあるのかな。宗教も油断しないでね。絶対するのかない。どうぞ。闘技場を制してマグルではないかもしれんが、わしの元へ来てくれた方が盛り上がるか。美の女神アフロディーテの力を借りているものです。
けるとは。俺に挑む資格はあるようだ。お前の力を見せてみろ。よかった、この闘技場は制しました。あ、です。ナオトラ様、さすがです。この辺の敵を潰しながら超運のやつをサポートしよう。奴らは順調に進んでいるようだ。我が君の助言をきちんと理解できたようですね。父がうまく察してくれた。どうなの、乱入だったか。父上、そろそろ教えてください。あなたの真意を。それはまだ言えんな。もうしばらくお前の手を借りることにはなるだろう。父上、敵をくじくにはこの手だ。モンスター出現。打ち払い、前に進まん。頼りにさせてもらうぜ。なんかモンスター回復してたよね。不死身の怪物か。いえ、怪物を操っている者が必ずいるはずです。その者を倒さぬ限り復活するのでしょう。超運殿を撃たせるわけにはいかない。怪物は私が食い止めます。感謝する。怪物使いはそう遠くにはいないはず。そちらは私が見つけ倒そう。怪物たちが引いていく。超運殿がうまくやってくれたようだ。お見事です、超運殿。その槍の前に敵はいませんね。いや、雪村殿が怪物を止めてくれたおかげだ。さすがは日の本一の強者なり。見事な手際だった。そう言っておけ。槍を使うあの二人の若者、いい連携だ。わしの配下に欲しいぐらいだ。掃除しとかないとね。バレすぎよ、気になっていたのだが、なぜお前はそこまで人間との交流を避ける。我ら神が人間よりはるかに高位の存在。奴らと親しくするなどとんでもない。人間と話すのはなかなか楽しいもの。我が名は超神友、オミオシンアポロンの力を借りる者。なぜ闘技場を突破する術が分かった。まあいい、父上の元へは行かせぬぞ。しょうがないわね。はい、決めて。無駄よ。さて仕事だ。頼りにさせてもらうぜ。はい、水鏡で見ていた通り冷血ゾロかな。それに何と言っても美女が多い。シャーナ、まさか私が敗れるとは。アレス、あとは頼んだ。アテナまで破れば。だが俺がいるこの闘技場は決して破れ。そもそもポセイドンの力を持つのに、やつ人間どもは俺に挑むことすらできない。残る闘技場は一つ、その鍵は海。私の腕輪はオーディンの仲間のものだから違う。一体誰なら開けられるのだ。私だ。その人はあなただ。いや、そもそもなぜ今寝返りを。この時まで奴らに従う必要があった。警戒をされてしまっては面倒だから。なるほどね。私の腕輪には海の神ポセイドンの力が宿っている。
サー、アレス、貴様に挑ませてもらうぞ。神を裏切れとは愚かな。人間の分際で理解できん。来い、戦いの神たる俺が完膚なきまでに叩きのめしてやる。人間どもに結界の情報を渡したのも貴様か。許さんぞ宗妃。宗妃殿が危ない。協力してアレスを倒さねば。さあ参れ。遠慮はいらんぞ。貴様にとって人間など神に従うだけの存在、人の王などというざれ言を本気で信じるとね。今まであなた方についていたのは内側から揺さぶるためにすぎませんよ。ここは私が出るしかなさそう。いざ参るぞ。これ破れただと。人間ごとき腕輪の力など与えるか。腕輪の力か。果たして本当にそうかな。アレス、結界が破れた。今こそゼウスの真意を確かめん。さあ人間たちよ、お前たちの力をわしに見せてくれ。張り切ってますわね。私も遅れが取りませんわよ。主神ゼウス、それでこそ挑むに値する。どこかの一番偉い神様ですよね。私勝てるんでしょうか。父上、私もお力添えいたします。人間どもね。え、もう終わったの。屈辱を晴らしてくれるわ。さすがはあの魔王を倒した英雄たちよ。お前たちの戦いをオリュンポスから覗いていてな、一度戦ってみたくなったのよ。そのためにこんなことを。いや、すまなかったな。ふざけんな。貴様など神々の王にふさわしくない。何を。子は父を殺しようとなる。この男もそうして今の地位を手に入れたのだ。今度は俺の番だ。よく決断してくれたな、アレス。やはりお前こそ我々と共に世を滑るべき存在。許すものか。あなた。私はオーディン。アースガルズを滑、そしてこれから全ての世を滑る存在だ。総主観が天をつかむ様、しかと心に刻むがいい。私がたっぷり楽しませてあげますわ。あとっとね。オーディン、あの禍々しい気配、ただものではないな。ああ、命が惜しければとにかく急いで逃げろ。奴はあらゆる知恵と力を手に入れた神、滅びの運命すらねじ曲げた男だ。ゼウスの力を奪ったアレスもいては勝ち目がない。わかりましたわ。今は生き延びることだけを考えましょう。戦場。はい。というわけで今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。